さて始まりました。もちさんチャンネルです。それぞれアメリアテアがオンラインニュースになってましたね。ハマイが書いた記事ですね。キューローハマイですね。名門女子小学校出身、浪人した彼女の驚きの行動、YouTube で浪人生活をすべて公開し、退路を断つ。っていうやつですね。はい。誰だよって思いながらね、この題名見たら、アメリアテアじゃんってなったんですけど、キューローハマイがインタビューしてます。アメリア。浪人期間に受験生に密着する YouTube 番組、受かって TV に出演し、自身の成績や勉強への姿勢を公開し続けながら、慶応義塾大学合格したアメリアテア、亀井さんにお話を伺いました。あ、そっか、本名公開してないもんね。皆さんは浪人期間に YouTube に出演することについてどう思われますか？批判する人多いよね。受験の邪魔になる、受験以外でメンタルに来そう、という感想を抱くと思いますと。で、アメリアテアさん、亀、また亀井ってついてる。浪人期間に受験生密着番組、受かって TV に出演し、浪人生活を戦い抜いて慶応義塾大学に合格しましたと。動画出演によって退路を立てたから頑張れたと振り返る。浪人生活どうだったのかね、まあ、結構メンタルもね、来てたって言ってたけどね。はい、アメリアテアは仙台市、父親自営業、母親その会社の手伝いをしていました。ものすごく明るくて誰とでも仲良くなれる子だったと当時を振り返る。小学3年生まで公立校に通っていたそうですが、4年生になると私立の女子校仙台白百合学園小学校に転入。あ、そうだったんだ。そのまま受験なしで高校まで進学しました。小4で転入とかあんだね。へー。学習塾、水泳、英語、書道、バレエ、ピアノ、たくさん習い事をさせてもらいました。私立の小学校に転入してからは学力的についていくのが不安だったので、中学受験の四谷大塚に小学5年まで通わせてもらいましたと。中受をする人たちに囲まれて勉強を頑張っていた彼女は、中学1年に上がってすぐテストで80人中7位から8位、頭がいいと勘違いして勉強しなくなり、ダメじゃん。成績が真ん中まで落ちた時期もあったそう。中2の担任が怖い先生、怒られたくなかったので一桁の順位に戻った。で、東大に行きたいと思うようになったんだね。仙台白百合学園は高校に上がるタイミングでコースが LS コース、特別進学、 LE コース、英語留学コース、になるんだ。ヨゼミの LE コースは早慶上智コースでしたけど、 LI コース総合進学の3つに分かれる。進路を考える時期になって LI コースに行って推薦で上智に進もうかなと思ってました。ですが夢は社長になることだったので、社長になること。社長を配置している大学のランキングを調べてみると慶応が1位だったので、慶応に行きたいと思い始めた。そうだったの。文学部。そのため LS に行く方がいいかなと思ったんですが、 LS コースならもしかしたら東大に行けるかもなとも思い始めて、そしたらこの年に7年ぶりに仙台白百合から東大の合格者も出た。きっとこれは東大に行けという神からの啓示だと思います。ますやる気にすごいな。そんな思いもあり LS コースに入ったアメリアティア。この選択は彼女の人生に思わぬ暗雲を。中学校までは先生にも友人にも恵まれていました。ですが高校に進んでからは真面目な子が多く、たくさん勉強させる LS コースの環境に疲れてしまいました。1日8時間授業があったんですが、週5回あった授業の先生と相性が良くなくて、高校2年生の秋頃からその授業をサボるよ。高校でサボるって大変じゃない。それから学校に行くのも嫌に、高3の進む段階で通信制コースに移ることを決断します。あー、なるほど、通信に行くパターンね。いろんな人が通信に行きますからね。いろいろと話聞いてるとそういうので通信に行くっていう人多いね。友達とうまくいかなくてとか、先生とうまくいかなくてと、母親にコースの変更を猛反対されて、2人で大泣きしながら話し合って、レポート数回の授業だけのコースで高校生活最後の1年を過ごしながら、ほとんど予備校で勉強する受験生活。おー、なるほど、これがでもプラスに働いた。実は私はこの年宝塚歌劇団も受験しているんです。はいはいはい。私は小さい頃にベルサイユのバラにハマってからずっと宝塚が好きでした。だから中学3年生の時1回受験しようとしたんですが、先生の許可が必要で心理的に抵抗があった。なんかこの話は確かね、聞いたことある。宝塚に入ってからスターになれると可能性とっても低いので、もう一つの夢だった東大に行った方がいいと思うようにしたと。で、泣く泣く断念。宝塚に入ってトップになる方が東大に入るよりよっぽど難しいよね。宝塚は中学3年から高校3年までの年齢までの4回しか受験資格がない。もう自分には縁のないことだと思っていたのですが、通信の先生が一度受けないと後悔するよと言ってくれたので受けてきました。結果はダメでしたが、受験することができ未練がなくなってよかったなと思います。心残りを解消できた彼女は、得意だった英語を中心に全体的な学力を上げる時間に使えたそうです。え？英語が得意だったの？おかしいぞ。準一級受かんなかったぞ。高校1年の時は基本的に順位は学年5位以内。文系理系に分かれた2年になってから文系で1位。成績は学校のトップクラス。東京大学を志望校に設定して1年間予備校に通い、受験勉強を重ねた。しかし、12月には浪人を悟った。
模試を受けても東大は一番下の判定しか取れません。難しい寸大の模試を受けても英語は60を超えましたが数学は38しか取れない。ああそうだ、数学苦手だったね。そういえばで、メンタルきつくなって早く受験が終わってほしいと思っていました。共通テスト900点満点中600点、足切りにならない文化2類に出願し二次試験を受験することができましたが合格最低点には80点足らず落ちてしまった。数学は模試で一桁の点数しか取ったことがないので英語で90点取る戦略を立てました。本番で数学で過去最高の18点取れたのですが英語で60点しか取れませんでした。むずいよ東大英語って、そう簡単には取れないよ。日本史世界史も30点弱、ここで60点程度と悪くはなかったものの目標としていた点数には届きませんでした。で浪人を決意と。いやーそうね、これじゃ足らないで、ね、東大に通っていない自分が想像できなかった。高校時代の私は学歴中って書いてるんです。すごく学歴中、東大しか受けない、落ちたら浪人だと視野が狭い状況と。高校3年の12月に音大に来た。あそうだ、音大もねなんか受けてたよね。中学3年からずっと東大を目指していた自分にとっては気の迷いだと思って断念で東京で講習を受けた時に環境が良すぎて感動。あ寸大のお茶の水3号館に通うことを決意。東京で一人暮らしをしながら浪人生活で人生観を変える先生に会った。あ、大島先生じゃん。寸大の英語の大島先生。何十カ国語も理解している大島先生の授業は、この単語はラテン語から来ています、ギリシャ語から来ていますと説明してくださり、受験勉強というより教養雑談といった内容で、学問することの楽しさ、喜びを教えていただきました。だから東大文2じゃなくて文3に行こう。ね、文学部に。だから今ね、慶応で英語じゃなくて、フランス語とね、ドイツ語選択っていうとんでもない選択をしましたからね、アメリアティア。ダメだって。素晴らしい講師の授業に加え、同じ東大志望の東京の超有名進学校の人たちに囲まれ、浪人生活。現役の時に比べメンタル安定し、勉強もさらに集中できた。そんな自分が現役時代に落ちてしまった理由を数学から逃げてしまったからだと考えた。苦手科目だった数学を勉強していると嫌気がさしてしまった。だから得意な英語ばっかりやってました。単純に勉強不足。危機感を抱いた彼女は、分かって TV の東大企画に応募。初の女性参加者として出演。少ないからね、東大企画で女性が出てくるなんてことはね。外的要因がないと頑張れない。だから、全部公開するってことでやったと。誹謗中傷も覚悟していたけど思ったより少なくてよかった。そうね、成績、この合宿行った時、成績見たな、アメリアティアの。で、8月頭から月1回の撮影こなしながら、退路を断った。受験勉強は彼女に確かな成果をもたらしたと。で、初めて夏の東大模試 C 判定。しかし、この年の共通テストも結果は900点中600点前後。出願したかった分散、足切りされるため分2に出願と。二次試験の受験までにはこぎつけたけども、この年の最低合格点から50点ほど足らず落ちてしまったと。二浪する気はあった。でも、併願で受けた慶応の文学部で補欠合格で繰り上がったので、東大受験本番の点数開示で数学が0点だったのを見て諦めがつきました。そうそうそう、これ0点だったってね、ツイッターに上がってたよね。はるかに浪人中の方が勉強しましたし、学力も上がり、現役の時に慶応を受けても受かってなかったと思いますと語る彼女は、望んでいた結果こそ叶わなかったものの、後悔のない浪人生活を送っていたよ。ああ、補欠で繰り上がりだったんだね。こうして浪人生活を終えたと。現在慶応義塾大学2年生のアメリア。2年生？え、留年してるだろ。え、語学落としてるでしょ。2年だったらだって三田行ってるでしょ。行ってないでしょ。日吉いるでしょ。在留してる。今はフランス語、ドイツ語、古典ギリシャ語。あ、古典ギリシャ語じゃないですよ。古典ギリシャ語ですよ、これ。カンマの位置違うぞ。ラテン語、イタリア語などの複数の勉強をしながら、将来は西洋史学、西洋哲学などを勉強したいと思い学びを深めているそうです。本当か？西洋史学科は別に入るの簡単だし、哲学科2年生になったら分かれるんで、慶応文って。西洋史学と哲学は普通に入れるから、選ぶ時の抽選とかないと思うよね。で、音大に行きたかったという気持ちが今でもあるので、東邦学園大学音楽部のカレッジディプロマコースにも通うようになった。あ、言ってたこれ。慶応でピアノサークルに入ったら、音大とダブルスクールをしている先輩がいて、そういう選択肢があるんだと思ったと。慶応に入学した4月から、声楽のレッスンに通って1年間訓練し、3月の試験に合格。音楽の道にも興味があったので望みが叶えられてよかった。いや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 、で学業やってさ、バイトもやってるって言ってました。サークルもやって、フルチューンというアイドルグループを作って活動してます。もうやりすぎ、いろんなこと。勉強どうする。音大では現在声楽の基礎レッスンを受けているアイドルとしてファンの方を増やして、来年の夏には東京アイドルフェスティバルに出られるように活動。なんだろう、東京アイドルフェスティバル。また来年慶応で進級したらミス慶応コンテスト、ミスコンか。来年慶応で進級したら、もうだからやっぱ留年して2年生じゃないよ、やっぱり。かまへん、2年生じゃないよ、アメリアティアは。1年です。まあまあまあ、頑張ってほしいと思います。頑張ってほしいと思うけどね。いやー、受験で燃え尽き症候群になっちゃって、結局大学入って勉強しない人って多いから、まあ自分もよくわかってるんで、同じような立場で。予備校講師になることしか考えてなかったから、塾バイトにもう、本当に専念してたからね。ギリギリで仮進級で2年生になって。
ただまあ英語ができる人になりたいっていうのがあって、まあ英米文学専攻になったんで、好きな英語を勉強できるようになったんで、そこからはまあ猛勉強したし、ただバイトもね、留学するお金貯めなきゃいけなかったんで、いっぱいやってて、すごい大変な日々を過ごしましたけどね、自分自身は。遊ぶ時間が本当少なかったと思うね、他の人と比べて。だ大学生活遊んだぜっていう感覚が全くないもん。サークル活動とかさ、そういう思い出を作らなかった。悲しい自分を思い出しましたけどね。はい。皆さんはどう思われますか？ぜひコメント欄でお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。アメリアテはそろそろコラボ動画なんか撮ろうか。順一、落ちちゃってるしな、英検。